今回はですね、徳島県のアネックスさんが製造販売しております、ハイエースベースのバンコンですね、リコルソ、こちらをご紹介していきたいと思います。ですね、リコルソの室内のご紹介をしていきたいと思います。まずスライドドア、エントランスを入ってですね、すぐ左側にこれメインスイッチですね。メインスイッチとこれボルトメーターになりますね。サブバッテリーとメインバッテリーのこのボルトメーターになります。でその横が各これ照明のスイッチですね。スイッチとサブバッテリーから来る 12V のシガーソケット、それと、先ほど映像があった通り外部電源を差し込んだ時のみこの 100V からですね、 100V が出てきます。でオプションでインバータとか設定すると、ここからですね 100V が出てくるんですけども、はい。でこの各スイッチパネルの下にですね、ちょっとした収納があります。でこれをですね、シューズボックスとしても使えますよね。でエントランス入ってすぐのところに、一応ここのところに靴は置けるんですけども、たくさんは置けないのでこの中に靴をしまっとくっていうのも一つの手かもしれないですね。でその横はちょっとしたこういう収納ですね。収納とここがですね、ここをこのように跳ね上げて、これを、まあ、例えば邪魔であればこういうふうに外すと、運転席、助手席の方にですね、
ちょっとここをまたぐ形になるんですけども、行き来がしやすくなります。運転席後ろはですね、冷蔵庫とあと各収納ですねがございます。でこちらもちょっとしたこうカトラリースペースもねありますし、下にはこうちょっとした収納もあります。でこちらがよいしょ冷蔵庫ですね。ここに冷凍のスペースもあるのでね、ちょっと容量はそんなに大きくないんですけど、ちょうどいい使いやすいサイズですね。でこちらが、北海道ではおなじみの、FF 燃料式ヒーターのスイッチになります。でリコースに関してはこうベバスト製のねヒーターを今つけています。で吹き出し口はこういうところから暖かい空気がね出てきます。でヒータースイッチの下はまあキッチン関係の収納ですね、まあ、スパイスラックのような感じで使える収納となっています。で冷蔵庫の上が、一応収納棚がねありまして、こういうタオルハンガーもちょっとしたものもねかけることもできますし、照明もですね間接照明があって非常に雰囲気がいいかと思います。でこの上がですねちょっとしたここね収納ものがさっと置けるスペースになっています。はい、それでは後部座席の方でご説明したいと思います。エントランス入ってすぐここ乗り降りしやすいようにですねハンドルがついてます。ちょっとやっぱりねステップの位置とか高いので乗り降りするときにねこのハンドルを持って乗っていただくとね非常に乗りやすいかと思います。でここの下にもですね収納があって、これは結構広いんですけども収納スペースとして使えますし、あとは人によってはですねここをまあ靴を並べておいたりだとかねそういうこともできるかと思います。でこちらが、シート、要はダイネットスペースですね。ここがまたですねベッドに変わります。今はこうテーブルを真ん中に置いたダイネットスペースに、ね、なってます。で天井の方はこれは照明ですね、間接照明も入ってますし、まあスポット照明もねみんな LED で非常に雰囲気がねいいかと思います。一応ここでもですね乗車定員をの取ってますので、後ろもこうちゃんとシートベルトがついてますから、もちろん人がですね乗ることは法的に OK です。ただ横向きに座ることになるので、まあブレーキ踏んだら後ろに乗ってる人はねこっちの前の方に来ちゃうし、アクセルバッと入れると後ろの方にちょっと体が持ってかれる感じはねするかもしれないので、どちらかというとですねこのリコルソはお二人仕様のですねレイアウトにねなるんじゃないかと思います。まあ一応こちらでも、乗車定員を取ってますので人が乗ることは問題ないんですけども、ちょっとですね乗った方は乗りづらいかもしれないですね。はい、それではですねベッド展開をこれからしていきたいと思います。はい、もうできました。簡単です。結局真ん中の空いてるスペースですね。このマットを4つはめるだけで簡単にベッドができます。で、このマットもですね、基本ベッドにしてないときはこちらの方に置いてですね、まあ背もたれ代わりにも使えますね。ベッド展開はね非常に簡単です。で、こういうキャンピングカーの
ダイネットスペースをベッドにしてしまうと、だいたいこういうテーブルがなくなってしまうんですよ。なのでですね、このリコルソに関してはちゃんとテーブルポールを買わせるように、わかりますかね、こう切り抜きなってるんです、マットが。なのでベッドをした時もテーブルがここにある上にある状態でですね、使うことができるので、ここをですね、ちゃぶ台方式、まあ物を食べたり、例えばパソコンだとかね、携帯いじったりだとか、そういうことがね、まあ置くスペースがあるので非常にね便利です。もちろんこのベッドもここに3人寝るから邪魔だよって言うんだったら簡単に取り外すことができるので、ここでね3人は寝れるかと思います。それではですね、また寝てみます。はい、実際ですね、寝てみると、まあこちらのスペースもですね、例えば頭を入れ込んだりすることができるので余裕ありますし、こっち側もですね、ここ足を出したりする場所がありますので、寸法的にはですね、結構広いです。まあ頭はね、非常にですね、3人ぐらいの方だったらこう川の字に余裕で寝ることができるかと思います。でちょっと私もね、頭つっかえたんですけど、こっち側はさっき水のシンクがあった部分がこう箱で囲われているので、ここからこれ冷蔵庫のところの横壁があるので、ここが寸法がちょっとひょっとしたら一番短いかもしれないんですけど、まあ、ここでね180センチぐらいですかね。なのでここを私で寝るのは少しきつかったんですけど、男性の方だとかちょっと身長の高い方は真ん中、ここか、まあこっち側にね寝ることをお勧めします。はい、このマットがですね、実はこのようになりますので、座ってこちら側に足を投げ出すことがですね、要はリラックスして座ることができます。こっち側もこうですね、座ることができます。こういうふうに座ることができますね。はい、後部座席側の方にはですね、一応これオーバーヘッドコンソール収納があります。でこのスピーカーはオプションなんですけども、リアスピーカーもつけることができます。でこちらを開けるとですね、このようにちょっとした収納スペースもありますので、物を収納することができます。でこちらがですね、シンクです。一応この車はですね8ナンバーなので、このシンクに関しては構造要件上必ずつけなくてはいけないものですから、あのシンクがここにあります。でここのマットをですね、簡単に取ることができるので、こっち側に足を置いてですね、ここで手洗いね、最近はその、コロナのね予防対策でもありますので、ここで手洗いうがいっていうのをですねすることができると思いますので、まあ率先してですね、このシンクに関してはそういった意味でもですね、使っていただければなと思います。はい、今回のリコルソいかがだったでしょうか。このリコルソはですね、どちらかというとやはりまたご夫婦、例えばカップルですね、まあお二人仕様のねレイアウトになるかと思います。駐車場のスペースがもう5メーター以上行ったらもううち辛いんだよとか、
まあ運転がちょっと心配だなっていう方はですね、このロングワゴン GL ベースのリコール層はですね、まあちょうどいいサイズなんじゃないかなと思います。なので大きさに不安がある方、例えば置く場所にちょっとですね、制限がある方はこのリコール層ね、いいんじゃないかなと思います。実はこのシート生地だとかこの家具の色だとかっていうのはダークというですね、一応まあカテゴリーになります。でオプションでこのダークっていうのと、アーバンカントリーパルスタースタイル、まあ、ちょっとオレンジの色だとかね、そういうちょっとまあ明るめの色のやつもあるんですけども、オプションでですね、まあ家具の色、あのシート生地の色っていうのもですね選択ができます。これも結構ね、オリジナリティがね出ますので、非常に面白い一台になるんじゃないかなと思います。今回のリコルソいかがだったでしょうか。もしですね、また少しでも参考になりましたら高評価の方とコメントありましたらよろしくお願いします。あとですね、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。あ、最後の方にですね、ハイエースのスーパーロングとロングワゴンのサイズの違いをですね、撮ってありますので、ぜひこちらもご覧ください。